ハーモニーランドは、大分県早見郡肘町にある、サンリオキャラクターの屋外型テーマパーク。東京都多摩市にある屋内型、テーマパークサンリオピューロランドの姉妹施設である。大分県が設置する都市公園計画、市村一品クラフト公園内に、都市計画施設特許事業の一環で、公園内施設として建設され、1991年4月26日に開園した。 東京のサンリオピューローランドと同様、企画、開発に米国ランドマーク社も関わった。皇太子殿下ご成婚記念庭園に隣接する。本、テーマパーク建設、運営のため、株式の49%を、大分県、肘町、51%をサンリオが出資して、第三セクター、株式会社ハーモニーランドを設立した。2006年4月からは、 一村一品クラフト公園全体の管理も行っている。ハーモニーランド自体は別府九リゾート構想における重点整備地区内の特定民間施設に設定されているため公文書上の正式名称は大分県一村一品クラフト公園ハーモニーランドである。三両のテレビ番組キティズパラダイスプラスの公開収録も年2回行われていた。 1995年から2004年までは、テレビ、大糸製作のキティズパーティーの公開収録が、園内のフェスティバルステージで定期的に行われていた。同番組、キティズパーティーにのみ、再編集版の総集編が1997年頃に、VHS ビデオソフトとして限定発売された。1993年7月21日に、 ホワイトバーズスクエアがオープンした。この時から大観覧車が稼働、小ステージも増設された。ホワイトバーズスクエアのオープン当初から稼働していた、動く歩道は2002年頃に故障とメンテナンス、続行不可のため、廃止された。その移行は現在でも同エリアに移動するための階段脇に見ることができる。もともとホワイトバーズスクエアは、ハーモニーランド第二エリアと呼ばれたが、オープン時に、 ホワイトバーズスクエアの正式名称が名付けられた。2009年、園内の一部エリアを再整備、開拓した上で、ハローキティの湯という温泉施設を開業する予定だったが、開業費用約30億円の調達が不可能なことと、来場者像が見込めないためそれらの計画は、事実上廃止された。2009年7月、サンリオ、株式会社、サンリオピューロランド、 株式会社ハーモニーランドが経営統合し設立されたサンリオエンターテイメントが設立され本テーマパークの運営を引き継いでいる。2017年8月26日、一般社団法人アニメツーリズム協会は国内外のアニメファンの投票をもとに訪れてみたい日本のアニメ聖地88の一つにハーモニーランドの施設が選定されている。 2019年12月に中国武漢市で発生した新型コロナウイルスの世界的な流行により来場者及び従業員の安全を考慮するため2020年2月22日から6月7日まで臨時休園を実施。内話、アトラクション名の変遷などは現在行われている場所。春のキラキラ、ドリームステージ、GW のキラキラ、 ドリームステージスペシャルイベントハローキティのバースデーフェアスペシャルワンデーイベントシルバーウィークスペシャル1デーイベントニューイヤーズパーティー2010新春スペシャル演芸会サンリオ50周年記念イベントキラキラドリームナイトウィンターンフェスティバル2011新春大道芸大会スペシャルイベントキラキラドリームステージスペシャルイベントありがとうございます